よっ。なあじいさん、この辺にジャンカーマーケットってある？この辺というわけではないが、ルジバ戦艦が刺さった山の麓に。そ、やった。なんでお前が一番張り切ってんだよ。メカニックにとっちゃジャンカーマーケットは宝の山だもん。宝探しだよ。ワクワクするでしょ。する。じゃあ決まり、早速出発。お前が仕切んな。お前さんたち、ルジバに行くならこいつを調達してきてほしいのだ。お使いかよ、面倒。まあそういうな、世話になっているんだ。それくらい引き受けよう。助かる。そこらの戦車を解体して手に入れることも考えたが、危険が大きすぎるし、軍に目をつけられたくもない。町の人々のためにもそれが賢明だろう。そう言ってもらえると助かる。すまんが。何もお前さんまで残る必要はないんだぞ。スピノ町は沈みゆく泥船だ。長く町長をしてきた者として、わしは最後まで見届けるつもりだが、お前さんのような若者が付き合うことはない。そんな、町長、諦めたようなことを言わないで。みんなで力を合わせればまだなんとかなるはずです。分かっているだろう、ハデス。その力を合わせる人間がこの町にはもうおらんのだ。スピノ町は。町が終わったら俺たちの戦車はどうなるんだ？町が失われれば当然ガレージも使えんだろうな。マジかよ、戦車の修理ができないじゃん。歩いて旅をするなんてわしはごめんですぞ。子供たち、ヒューとプリカはどうするおつもりですか？すでに古い友人の息子夫婦に世話を頼んである。そんな、相談をしなかったな、悪かった。お前さんが町を離れる時の心残りにしたくなかったのだ。確かに二人がいる限り私も出ていかないつもりでしたが、でもそれはヒューとプリカも同じではないですか？東亜町長がいる限り二人が町を離れるとは思えません。それに町長だって本当はあの子たちと離れたくないのでしょ？それはそうだが、未来ある子供たちを置いておくわけには。なおさん、要は人が増えればいいんだろ？だったらどこかの町から連れてくればいいじゃん。かつて反乱軍の拠点となったこの町には国からの支援がない。その上この荒れよう、移住してくる物好きはなかなかいないだろうな。じゃあしょうがないか。町長、知っていますか？あの子たちがたまに訪れる旅人にスピノ町のいいところを一生懸命伝えているの。いや、初耳だ。なぜそんなことを？町に来てくれる人をたくさん増やして、おじいちゃんを元気にするんだってヒューが言っていました。なんと。子供たちは諦めていません。なのに私たち大人が諦めてしまっていいのですか？それは。もう少しだけ頑張ってみませんか？かつてのスピノ町を取り戻すために。そうじゃな、最後まで足掻いてみるか。はい。おっさん、手伝ってやりたいって思ってるだろ。正直な気持ちを言えばそうだ。まあいいんじゃないの。戦車の修理ができないと困るし。ああ、
のじいさんのルジバ戦艦の場所を聞き忘れたな。それなら聞かなくてもわかる。ほら、向こうを見てみろ。うわ、てっけえ！なんだよあれ。ルジバ戦艦ですよ。王子は注意力とお勉強が足りませんな。サタン様にご報告せねば。やめろよ、父上に告げ口したら絶好だからな。ありがとうございました。ほっと。それにしてもルジバ戦艦って本当に大きいね。近くを見るとさらにすごいぞ。全体が見渡せないほどだ。いいね、ジャンクパーツがたくさんありそう。ゲームもあるかな。どうだろうな、何せ戦艦だ。遊び道具はないかもしれん。つまんねえな。なあ、魔物たちは普段何をしているんだ？へへ、聞いてビビるなよ。人間たちが通りそうな場所に落とし穴を掘ったり。シーフなんてこの前漫画を盗んできたんだぜ。いや、あの時はハラハラしましたぞ。どうだ、悪だろ？うん、よっしゃ。って結構いろんな生き物がいるよな。危険な生き物は勘弁してもらいたいですな。無害な生き物も多いぞ。この過酷な環境で粘り強く生きている。ほっと。人間も弱っちいくせになかなかしぶといからな。ジャンカーってなんだ？ジャンクパーツの発掘と売買を生業にする者たちのことだ。荒くれ者が多いから揉め事を起こさんでくれよ。へえ、荒くれ者ね。あ、王子、今ちょっと楽しみだと思ったでしょ。今のはやべえな。楽しかったぞ。まあ、こんなもんかな。
しゃ。この辺りは地図でいうとサンドランドの中心に近い。へえ、じゃあここからいろんなところに行けるんだな。それがそうでもない。険しい岩山で南北の移動は容易じゃない。意外と便利ではないのじゃな。当時、サンドランドには小さな洞窟がたくさんありましてな。中には使えるものが残されていたりするのです。そうなのか。見つけたら入ってみようかな。魔物の里を出るとき許可をもらっていたが、里を出るのは禁止されているのか。そういうわけじゃないさ。俺たちの前にも旅に出たやつはいるぜ。伝説の漫画を探しに行った者や究極のゲームを探しに行った者、遊ぶ者探しばっかり。旅を続けてればどこかで会えるかもな。一丁上がり。壊れてるみたいだな。直っ。素材があれば直せそうだな。よし、これで周りの情報がわかるな。できるほどジャンカーが集まっているなら、めぼしいものはもうすっかり発掘されてしまっているのではないか。もしそうなら、ジャンプメカのコアフレームは高値で取引されてるだろうね。そりゃ厳しいな。発掘されていないことを祈ろう。人間たちってどうやって生活してるんだ？ほっ！うりゃっ！うりゃっ！じゃ
こんなもんかな。人間たちってどうやって生活してるんだ。作る、育てる、狩る、売る、いろいろだ。奪うというけしからんやからもいるがな。俺たちも人間から奪うことがあるぜ。褒められたことではないが、国王軍からなら構やしないさ。おじさんも結構悪だね。近くにもいたし。へえ、やっぱりすげえでけえな。こんなものがたった50年前には空を飛んでいたんだ。今はこのような技術は滅んでしまった。人間は本当に愚かだな。もったいないね。飛んでるとこを見てみたかったな。誰だお前たち。よそ者には近づいてもらいたくねえな。用が済んだらすぐに退散するつもりだ。同じことを言った奴らを通してトラブル。お前らには関係ねえ。さっ、おい、ちょっと。へい、魔物に話しかけられた。せめて女の子と付き合ってから死にたかった。何言ってんだお前。誰も殺したりしねえよ。言葉を交わすだけで死ぬっておばあちゃんが言ってたから。だったらお前さんはなぜまだ生きておる。あれ、言われてみればおかしいな。バカなこと言ってないで、ジャンプメカのパーツを出せよ。そんなの持ってないよ。じゃあ持ってるやつのこと教え。でもこれ以上魔物と話すのはちょっと。うるせえ、ごちゃごちゃ言ってるとぶっ飛ばすぞ。へい、フォルに聞けばわかるよ。フォル？僕の親友で、ここらでは一番の情報通さ。フォルね。どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。わあ、お宝がいっぱい。ねえ、ちょっとだけ寄り道していい？構わんが、迷子になるなよ。
ありがとうございました。魔物？初めて見た。こいつは珍しいや。あんたが。おお、女！魔物を見るより驚くなよ。ジャンカーにとっては彼女の方がレアな存在らしい。それで？女が何の用だ？ジャンプメカのコアフレームのこと。なんだそんなことかよ。まあ知ってるのは知ってるけど、ジャンカーにとっちゃ。ただじゃないならどうすりゃいいんだよ。そりゃお前、すまないがあまり手持ちがないんだ。じゃあそっちの姉ちゃんに払ってもらおうか。私だって大して持ってないけど。金じゃねえ。もっおい、いやらしいやり方は保安官として見過ごせんぞ。はあ、フォルさん、お願いって言ってほしいだけだよ。そういうことらしい。まあそれくらいならいいんじゃ。フォルさん、お願い。うわー、ありがとう。実はよ、最近になって素行の悪いジャンカー崩れたちが入って、そいつらがルジバ戦艦の奥でジャンプメカを見つけたんだ。それからというもの、メカの力を盾に、いくらジャンカーは早い者勝ちが原則っつっても限度ってものがあるだろう。これだからジャンカー崩れたもん。コアフレームどころか動くジャンプメカがあるの？お、うん。そいつらをぶっ飛ばしたらジャンプメカはもらっていいのか？いや、構わないぜ。楽勝だっつーの。そいつは頼もしい限りだ。ルジバ戦艦の入り口はこの先の洞窟を登った先にある。あの野郎はもうかなり奥まで入ってるだろうが。あ、ところで姉ちゃん、さっきのやつをもう一回。残念、バーゲンセールは終わったの。洞窟がルジバ戦艦につながっているようだな。ジャンカーたちが出入りしやすいように整えられているようです。不要なジャンク品はそのあたりに捨てているようだ。中には掘り出し物があるかもしれないね。ジャンカーたちの粗雑な性格が現れていますな。うりゃっ。
でっけえ空洞だな。この洞窟がルジバ戦艦につながっているようだな。ジャンカーたちが出入りしやすいように整えられているようですな。ほっほっと。よし、ここから中に進めそうだぜ。何が待ち受けているかわからんぞ。これが戦艦の内部。こんな風になっていたとはな。すっげえ、早く奥へ進もうぜ。おや、行き止まりかの。いや待て、この瓦礫程度なら戦車砲で破壊できるかもしれない。やった。へへ。ジャンプメカで暴れてるやつってどこにいるんだっけ？かなり奥へ行っているだろうと言っていたから、ルジバ戦艦の構造を見るにおそらく上層階だ。上ね。了解。ってんだ。ぐちゃぐちゃじゃねえか。墜落時の衝撃を物語っているな。足元に気をつけて進め。うわ、崩れやがった。だから気をつけて進めと。待て、何か来るぞ。今のって国王軍のメカか？いや、今の国王軍にこのような技術力はない。旧大戦時の小型防衛メカかもしれませんが、愚かな争いの悪しき遺産じゃ。ねえベルゼ、次は完全に壊さないで持って帰れるようにしてよ。やだよ、めんどくさい。
首が痛くなるほどの高さだな。王子、道が崩れてて上に行けませんぞ。ひとまず下から回ってみようぜ。このコンテナ損傷が激しいな。戦車砲で吹き飛ばせそうだぞ。ほっと。高いジャンプができれば飛び越えられそうだな。扉がロックされましたぞ。先ほどと同じように防衛メカを倒せば開くかもしれん。よし、任せとけ。閉じ込められるかもしれん。警戒を怠るなよ。このエレベーターのスイッチ。あ、動きましたぞ。面白い。止まった。この階までのようだな。他にもないか探してみよう。なんだ、コンテナを運ぶクレーンだな。ねえ、アームを打てばコンテナが落ちて足場ができるんじゃない？ほっ、ほっと。よっしゃ。やった！何する！
やっ、ちゃんと